は津市でも桜の開花が発表されました。ソメイヨシノの満開はもう少し後ですが、一足早くこちらは満開の時を迎えました。5日間シリーズ日刊スポーツ第32回千鳥杯争奪戦はいよいよ優勝戦です。1号艇三重桐本康富、2号艇埼玉富永正人、3号艇愛知吉田紀夫、4号艇が群馬亀山正幸、5号艇大阪支部富山の小畑良、6号艇香川松下智之、以上6選手です。1号艇桐本康富がこれからインコースに向かっていきます。オール2連隊でまとめ上げた今シリーズ、前回地元で途中帰郷となった分も取り戻したいこの絶好枠です。2コースは2号艇富永正人、予選ではメンバー中最多となる4勝マークで2節連続優勝です。3コース3号艇吉田紀夫、今節は逃げてよし、攻めてよし、展開ついてよしと3拍子揃っています。4コース4号艇亀山正幸です。ここまでオール3連隊の安定感、優勝の大輪を咲かせます。そして5コースは5号艇の小畑良、ここ一番の勝負強さファイナルでも発揮します。6号艇松下智之が6コース、現在500勝にリーチがかかっています。最高の形で達成なるか。角は4コース4号艇の亀山が取って、本番でも枠番通りの3対3と2つに分かれています。この12レースの優勝戦は周回数が3周に戻りました。日刊スポーツ千鳥杯争奪戦優勝戦です。インコースから1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。12レース優勝戦です。スタートしました。1コース1号艇桐本、2コース2号艇富永が好スタートを切りました。先制ターン打っていく1号艇桐本、そして切り込んでくる2号艇富永、内を狙っては3号艇の吉田、4号艇の亀山続くんですが、逃げる1号艇の桐本がわずかに先頭、一定審査内側から迫ってくる2号艇の富永の差しが届いてきた。3番手から3号艇の吉田が続く。スタートは優勝戦正常です。2マークですが、3号艇の吉田、2号艇の富永、この2手の内側ズバッとさせるか。1号艇の桐本でしたが、しかしながら振り切った2号艇の富永、現在先頭リード2停止半です。2番手1号艇桐本、3番手は3号艇吉田、2対1、3の上位体系で2周目に入っています。2周1マークは2号艇の富永正人が先頭クリア、開いて切り込んでくる1号艇の桐本になるんですが、若干後席をなぞりました。3番手は3号艇の吉田、2対1、3の上位体系、4番手以降5号艇の小葉、6号艇松下、4号艇亀山が続きます。これから第2ターンマーク、先頭2号艇富永正人、2番手から1号艇桐本康美、そして3番手は3号艇吉田紀夫、現在上位体系は2対13で、これからレーサー最終周回、残りはあと1周です。独走体制を作っています2号艇の富永正人、2番手は1号艇の桐本康美、3番手は3号艇吉田紀夫、4番手以降5号艇小葉、6号艇松下、そして4号艇亀山が続いています。最終周回1マーク、6選手が次々旋回です。2コースから鋭い差しが桐本を捉えた2号艇の富永正人が先頭、2番手1号艇桐本、3番手は3号艇吉田、これで昨年8月の大村以来通算では区切りの20回目の優勝に向かいます。2号艇富永正人、2番手1号艇桐本、3番手は3号艇吉田、3連単のオッズは 30.9 倍、先頭2番富永正人優勝5塁、2番手1番桐本、3番手は3番吉田、5番の小葉、6番松下、ラスト4番亀山五輪です。着順確定をお知らせします。確定1着2番、2着1番、3着3番。